どうも。気合が足りません、皆さん。元気がない。You need more 気合。け。これを圧倒しなきゃダメなんですよ。こんな大きいのを圧倒するためには元気がなかったらダメです。腰からの力ですね、こう振り上げた同時にこう、これしっかりこう入るんですよ、しっかりバンッと、このこれが大切なんですよ。こっちは守り、自分のディフェンスをですね、こうでやります。と同時にからいいですか、この余計に振りながらこれを回って、ここにこれが離れてる人がたくさんいるから、これで投げようとするから変な投げ方になってしまいます。だからせっかくここに入った勢いで、こんなあとこれをここに引きつけてこう持って投げると非常にね、そこをちょっと覚えてください。福島先生に explain about the 気合、あと崩し、リアクション。次これでやりますね。また後方入ってきたらここでえっ、もう入ってくるんですよ。これでストップします。と同時に崩し、リアクション、崩し、ここに体を持ってこないと、これが皆さんないんですよ。ほらこういう風な状態になってしまってから、ここで離れた体が離れて相手をコントロールできない。だからこれを必ずここでそっと相手をここに持ってこないと、そうすると後ろ来るから大外刈りが楽に投げれる。So you can throw by 大外回り easy. それと膝ちゃんと振ってください。こう振り込んだ時この膝がですね、こういう残ってたら買った時こう後ろ回る、取れない。だから必ず膝がこういう前に出ないと、パッとこう前に出ると買った時前に体が、ね、だからそういうことを作り、自分も作るんです。相手を崩して作るんです。Now explain about 作り、倒立作り。だからそういうところを大事にしていただく。よろしいですか。はい、次。振り下ろし。振り下ろし。こう来ますね。こうして歩いてきて、こう打ってきます。こう。ここですよ、こめかみ、これを打つんですよ。だからこれをスッとさばく。この時ですね、こう中にはこういう飛ぶ人もいるんですよ。 This is bad sample, jumping. This is bad sample. これは非常に武道家としてのさばきとしてはダメですか。やはりこういうふうに打ってきたらスッとこう常に重心、次にどちらでも転化ができるように、この人がまたついてくるかもしれません。それに対応ができるようにしておかないで、good balance. こういうふうにしてこうやっていって、こっちに傾いてしまったらもうこっちだけですよ。ほらずっと今度は攻撃ができなくなります。だからさばきは、そっとやったら、そっとやったら、ここから、パッといきます、ほら、飛び込む、その時は顔全体、いいですか、ベースで、裏面で顔全体、パン、えっ、ここ、レッスン、手刀で、アイコール、パークロール、ここで押し当てて、プシプシ、ダウン、で、こうできたらよろしいですね。だから、えっ、ツーモーション、ツーモーションね。これはこの手刀がここ、ここよろしいですか。これは顔全体、フェイス、ああフェイス、ナンバー2ビトゥインハイ、だから気合が2回入ります。この時は2回気合、よろしいですか。はい、戻って
はい、こう来ますね。こう来たら、これはさばきます。持ち替えます。この時は持ちます。腕でスッと入ります。腕でスッとこういうふうに上げるんですよ。腕でこう、この肘を決める。肘を。よろしいですね。だから、この突く時は、ここにこういうこうあれがないと、こういう突き方だと、方向性がなくなりますので、ここ取れません。だから必ずここを入れて、ここでスッとこう決めます。ここでこれが押しながら、ここでこの先を使って投げる。で、ここは完成。だから、中身はたくさんこういう人がいるんだ。いいですか？こうやって。船頭さんです。同じになります。ダメ。ですが必ずこのエルボーを決めてください。エルボー。ね。そしてこの先を使って投げてください。よろしいですか。はい。あとこれから練習に入ります。